フーゴ・ボルフ、融合ウォルフ、1860年3月13日から1903年2月22日は、オーストリアのシュタイアーマルク州ビンディッシュグレーツ、現在のスロベニアのスロベニグラデツで生まれ作曲家、音楽評論家である。両親ともスロベニア人で、家名はもともとボックと綴った。父親は革商人、革細工職人で、熱心な音楽愛好家であった。その父親からフーゴは、ピアノとバイオリンを学んだ。学校時代は、音楽以外の才能がありそうでもなく、楽しい学校生活ではなかった。結局1875年、ウィーン音楽院に入学した。彼はここで、ごくわずかしか勉強せず、1877年、多分いたずらから校長宛てに脅迫状を書き、退学処分となった。17歳の時から音楽を自習した。ピアノのレッスンと、父親からの財政援助のおかげで、数年ウィーンで生活することができた。しかし生活は厳しくなり、極度の貧困から健康を害し、彼の誇る繊細さと神経質な性格がかなり衰えていた。1884年、ボルフは、ウィーンの並木通りに出没するサロンブラッド社交誌の音楽評論家になった。妥協のない辛辣な表現によって少しばかりの名声を得た。熱烈なワーグナーへの賛美は厳しいブラームス拒否へと結びついていき、彼はブラームスを生涯見下していた。ボルフがブラームスを見下すようになったのは1879年頃の両者の出会いのことだった。ボルフが自分の作品を携えて、ブラームスを訪ねた時に、もっと音楽の世界を広げた方が良いという助言もらった。また、ベートーベンの作品を研究していたグスタフ・ノッテボームの下で、大砲に習熟するためのレッスンを受けるべきとも言われた。それがボルフには自分への批判のように聞こえたため、ワーグナー派とブラームス派との対立に便乗する形となった。1887年、この年、ボルフは12の歌曲を発表、サロンブラッドでの地位を断り、なお一層作曲に没頭した。その後の9年間作曲家として、名声を得た。時の経過とともに、やがて集中的想像力の時期の後、精神的及び肉体的な衰弱を感じ、時には音楽を聴くことすら我慢できない状況にあった。1891年の終わりには、すでにボルフは名声を博した最高傑作を生み出していた。これらは、エドゥアルト・メーリケの詩集から43編、20のアイヒエンドルフの詩から20編、ゲーテの51の詩集、エマヌエル・フォンガイベル、イムニュル・フォンガイブル、1815から1884、とパウル・フォンハイゼ、ポール・ヘイス、1830から1914の、スペイン詩集から44編、ハイゼのイタリア詩集から22編である。1895年には24の別の歌曲を作曲した。さらに他の著作者によるテキストから13編、イプセンの三幕の劇、ソウルハウグの縁の舞台音楽、いくつかの合唱曲と、器楽作品、1896年にマンハイムで初演され成功を収めた5幕のオペラ、お代官様、最後に1897年3月、ミケランジェロの3つの歌を作曲した。1897年の9月、梅毒の影響が現れた。それは18歳の時に招いたものであった。その結果、精神病院へ強制的に入れられ、4ヶ月後の1898年1月に退院した。その1ヶ月のうちトランコで自殺、未遂を図り、連れ戻された。その後自分の意思で施設に戻り、狂気のまま5年を過ごし、1903年2月22日に悩み多きボルフは満43歳直前に逝去した。作品と悲劇的な最後を別にすれば、ボルフの人生は熱意があっても成功しなかった、他の音楽家と大差なかった。感受性に富み、気難しい性格が職業上の成功の妨げになった。収入のほとんどは、批評家たちや彼の歌曲を紹介してくれる、歌手たちといった小さな友人グループの粘り強い努力と、ウィーンアカデミーのワーグナー協会や1887年にウィーンで設立されたフーゴボルフ協会の支援であった。1891年に出版社ショットが、ボルフの歌曲の出版に着手したものの、財政上の成果としては、5年間でわずか85、マルク35ペニヒであった。彼は質素な安宿で生活していた。1896年に心の広い友人たちの特別の計らいにより住処が提供されたが、そこに住むことができたのは1年間だけだった。後期ロマン派の作曲家としての立場は、リート形式での伝統的な規則を必ずしも放棄せねばならないわけではなかったが、それらが劇的、感情的な表現をより厳密に、あるいはより生き生きと描くことと対立するならば、特に挑戦的で独創的な作曲手法と、顕著な独創性を持つ個性とにおいて、ボルフは特別な位置についていた。それはむしろ極度に深い歌の読み込みと想像力を持つことの直接の結果であった。彼は幻想という天才と単なる才能とを区別するあの天賦の才を持っていたのである。彼の歌曲のよくあるスタイルは伴奏の中の単一の音楽フレーズ、ライトモティーフのようなから構築され、人を惑わすような表現が操作される。こういった彼の作品は、歌曲のワーグナー的な原則に基づく書き換え以外の何者でもない。実際的には彼の歌曲の構成は彼の作曲した詩の構成に従って同じ広がりの中で変容される。同じように旋律法の中で注目すべきはボルフのマスターした音楽表現様式の幅の広さである。しかし、ひどく窮屈に詩の理念に拘束されていたのに、ボルフが形式と表現にそれを表し、テキストの分析に左右されなかった。偉大な歌曲作曲家に連なる彼の立場は、率直さのゆえであり、作品の独自性とそれを伴う活力ある、内的緊張を示している。こうした結論は、彼の並外れた音楽的才能の結果からだけではなく、並外れた、批評家の観点からの叙情詩の理解からも得られる。他の作曲家で、自分の作曲した詩にこれほどまでに、良心的に畏敬の念を表現する者はいない。一つの間違ったアクセントでも、理念の誤った解釈、あるいはテキストの中の重要な暗示の見落としと同様に彼にとっては嫌悪すべきこと、聖なるものへの冒涜であった。デクラマチオン、劇的朗読法において緻密である点で、ボルフの歌曲以外に、これほど高い段階に届くものはない。彼の精神の客観的で劇的な姿勢もまた強調されなければならない。彼はそれを独特の個性表現を目指した芸術の代わりに詩の代弁者に自ら育て上げ、それゆえに著者のない歌、民謡にも作曲している。それを彼は侮蔑を込めて私は詩人と名付けた。彼の歌曲には個性的な男女が描かれているため、聴き手は生き生きとした。肖像画の画廊を見るかのようである。これはなるほど一人の手による作業であるのは明らかであるが、しかしそれなのに全てに彼独自の個性を示している。こうした主張は、一別すると彼の歌がわかりやすく、旋律的であり、また一見すると極端な複雑さと苦難の存在がある。前者は、メーリ家の捨てられた乙女と庭師、アイヒエンドルフの秘められた恋、旅音楽史、ゲーテのアナクレオンの墓、スペイン歌曲集の心よ、すべては眠りにつく、イタリア歌曲集の1番から4番までとわかるか、漏れない。後者は、メーリ家によるエオリアンハープに寄せてと、火の騎士とゲーテによるガニメートとプロメテウスの場合である。彼の歌曲に見られる大胆な転調、開始調で終始しない、などの超感覚は、彼の生きた後期ロマン派の時代の19世紀末の様式をよく反映している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。